はいたーい。時計は午後10時30分回ったところです。小室ゆりの夜サプリ、あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、今週も30分間お付き合いください。ここからのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、男女コミュニケーション専門家、小室ゆりです。よろしくお願いします。この番組はあなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本メーカーいきなり団子七尾庵、占い癒し所八雲庵、琉球食系トータルボディケアココア、MJ リサーチ総合探偵社、ゴルファーズプロファイリング提供、沖縄県 FM 宜野湾、神奈川県 FM 山田の2局ネットでお送りしております。今週末ですね、2日続けて講演会開催していただくんですけれども、先に言いますね、26日の金曜日18時30分から愛知県東海市太田川で開催します。これが大人の学校という東海市そして知多市の講演が入った NPO 団体さんが主催するセミナーなんですけれども、ここに登壇して、でその翌日が今度千葉行きます千葉の柏市で開催するんですね。千葉のラコスタ柏で開催します。27日土曜日14時からラコスタ柏、ここがですね、柏市議会議員の林紗友子議員と一緒に大人のための性教育というような内容をお話しさせていただくことになってて、でその前にエキスパートボイスの収録があって、神戸、愛知、千葉みたいな、そんな今週末は大移動が始まるという小室ゆりでございます。今週もよろしくお願いします。いや小室さん忙しそうだよね、嘘じゃなくなって、だから先週言ったじゃないですか、八雲先生のスペシャルゲストの時に、これがただただ今種をまだ撒いている状態で芽も出てないっていう、え、まだ芽も出てないの、かつこれが体力的な忙しさだけではなく、知能的な頭脳を使った忙しさに変わっていくとなると、今私がやっておかなきゃいけないのはしっかり寝ることだなってめっちゃ思ってます。頭使いすぎるとこういうことないですかね、頭から湯気が出るっていうことないです、こ、ね、今年48に、ま、あとやだあと2ヶ月ぐらいですよもうすぐ48になろうとしている小室ゆり、たまに最近ね、頭から湯気出てるなっていう瞬間があって、本当にね、この年だからこそしっかり休むっていうことも仕事だなっていうふうにこのところ強く思うようになりましたね。皆さんも休めるときはしっかり休む、休めないときも休むことも仕事だと思ってしっかり休むというような日常を送っていただきたいなと思います。このところ私の周りなんかね、調子悪いなって言ってることが妙に多くて、その日も気になってたりするんですよね。ということで今週のコーナー紹介参ります。今週お渡しする夜に聞きたいサプリメントは、サプリのお客様、毎年5月は普段お世話になっている先生にフォーカスを当ててお話を聞いておりますが、今週は最後のゲスト、子宝鍼灸師市毛真也先生のご登場です。ロングインタビューとなりました。みっちりお聞きいただきたいと思います。全国で占い講座が大人気、占い癒し所八雲庵オーナー萩原八雲先生監修の占いサプリ、今週のテーマ、先週に引き続きスイーツお届けします。2人で食べたいスイーツ、いいですね。どんなシチュエーションでしょうか、楽しみにしておいてください。番組では皆さんからのメール募集しています。
番組への感想、リクエスト、何でも OK です。メールアドレスは info@friendvillage-c.com、 インフォメーションの info、 友達のフレンド、里のビレッジ -c.com です。メッセージお送りいただいた方の中から毎月1名様に七尾庵のいきなり団子をプレゼントしております。メッセージには必ずご住所、お名前、お電話番号を明記の上送信してください。たくさんの応援メッセージお待ちしております。サプリなお客様、本日のサプリなお客様、5月最終週、この先生が来てくださいました。子宝鍼灸師、市毛真也先生です。市毛先生、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。1年ぶりですね。そうですね、はい、早いですね、はい、なかなかお会いできず1年経ってしまいまして、今日もね、Zoom で収録しているんですけれども、はい、市毛先生がコーナーを担当していただいてもう何年、はい、2年、3年そんなになりますか。もっとなるかもしれないですね。今30何回ですよね。そうですね、時々、うん、ね、なんか合ってんのかなって思っちゃってたんですけど多分合ってんだなって、うんうんうん、本当に私がもうリスナーとして聞いてて勉強になるなっていう情報を提供していただいて本当にありがとうございます。そうですか、そう言っていただけると、はい、うん、嬉しいですね。この1年、市毛先生の中で、はい、ま、鍼灸師としてもそうだし、妊活というこのサポートにおいても変化したことってありましたか？そうですね、この1年、ま、大きく何かが変わったっていうことは特にはなかったんですが、はい、まあ、去年ですね、確かまたこういう時間いただいた時にもお伝えしたように、オンラインでの相談が増えましたというふうに言ったことはあるんですが、うん、まあ、今もそのオンラインでの相談、ご相談っていうのは継続して、うん、でこの1年で増えたっていうのは、まずご相談に来られる方の人数がものすごい増えたっていうことはこの1年でありましたね、うん、ものすごい増えたんですか。ものすごい増えて、はい、もう予約が取れない、はい、現状予約を取れないっていう、まあ、本当僕予約断るのがもう絶対にしないと言い続けてきた、うん、この何十年ですけど、はい、もうここに来て無理それぐらい、はい、もうあちこちの方から、はい、はい、妊活に関して相談したい、まず話を聞いてほしいっていう方が増えたんですね、うんうんうん、増えましたね。おそらくこのコロナ禍で、TikTok だったり、はい、なんかその動画の SNS が増えたじゃないですか。増えましたね、はい、だまあそういうのもあって、うん、顔を出す出さない関係なくこう相談だったりあのオンラインで話すっていうことの壁が少し取れたのかな、はい、っていう感じは受けますね。確かに確かに、あの、うん、私と市毛先生一番最初にご縁をいただいたのがビジネス交流会だったんですけど、はい、その時は、ね、対面でお話をさせていただいてたのが、はい、うん、こうコロナ禍になってビジネス交流会もオンラインになったことで、うん、画面上でいろいろな話をすることの抵抗感って確かに薄れましたよね。薄れました。だってこれそれちゃいますけど飲み会だってオンラインになりましたからね。なりましたね、なりましたね、はい、うん、でこうオンライン飲み会だからこそなんて言うんでしょうね、知識を持っていらっしゃる方が、うん、はい、日本酒、じゃあ日本酒だとして一気に日本酒のちょっとした、うん、あのミニ知識とかを皆さんに聞いていただきながら日本酒飲むみたいな、これって対面だと一部の人しか伝わらないじゃないですか、はい、そうですね。だけどそれが可能になったっていうのは、うん、はい、知識が入れやすい、または、はい、あの、はい、取りやすい環境がこのオンラインの中で広がったんだなって、はい、うん、そうですね。妊活なんかも、はい、対面でじゃあ、はい、多くの方がいる
ようなところでなかなかできない話だからこそ、このオンラインカウンセリングがすごく患者さんにとってはありがたいところなんでしょうね。本当におっしゃる通りで、結構この夜の時間にご相談希望される方もいまして、はい、でリアルタイムだとやっぱ営業時間があるので、なかなかこうご主人が来れないとかそういうことが多かったっていうのもあるんですけど、まあ、一方通行っていうこともあったんですが、やっぱりオンラインだとご夫婦揃って、まあ、ご帰宅されてから一緒に聞いてるとか、まあ、あるいは顔を出されてるのは奥様なんですが、後ろでご主人が見えないところで聞いてるとか、ね、あ、そう気になったんですよ。そのご夫婦でカウンセリングを受けられる方と、はいはいはい、今先生がおっしゃったように奥様が、はい、女性が顔出しして、はい、男性は顔出ししてない、さらには女性だけで受けてる、はい、この3パターンってどういう割合なのかなって、はい、ですね、女性だけで受けてる方、受けられる方、まあ、ご希望される方っていうのがやはりもう8割9割です。あ、やっぱりそうなんだ、はい、男性からっていうのはほぼゼロです。ほぼというかゼロです。うん、でお話はいただくんです、ちょっと話を聞いてほしいんだけど、はい、でそこから発展することがちょっと男性の場合はなくって、うん、また後ほどで終わってしまってるっていうケースがあって、はい、やはりこう行動に移すのは女性がほとんどなんだなっていう感じはします。で結構嬉しいのが、この1割ぐらいの方で、はい、一緒に聞かれるというよりかは奥さんが出て後ろにご主人が聞いていて、後からこういろいろ話が進んでいってちょっと盛り上がってきてヌッとこう出てくる。最初からじゃないんですね。そう、最初からねあんまり来ないんです。何なんだそれ。結構ねこのパターン多いです。いや実は聞いてましてとか、うん、何だろう、安心してから出てくるんですかね。多分ね男性ってそうなんだなって感じ、大体こう腕組んでますからこうやって、嫌な感じ。男性大体こう腕組みます。めちゃめちゃ抵抗感バリバリじゃないですか。そうそう、誰やねんみたいなね。このとこ誰やねん、そうそう、俺たちの夫婦間のこと本当に聞けるんかお前みたいな感じかな。そうそうそう、嫁に何さのすんじゃないけど何を吹き込むんじゃみたいなね。多分そんな感じで思ってるんだろうなと、最初は、うん、はい。あとはあれですよね、その、はい、やっぱり夫婦間の話のちょっとこう濃い部分じゃないですか、はい、そこに、はい、自分たち以外の誰かを入れていいのかどうなのかっていうのも、うん、測っていらっしゃるのかななんて、うんうん、そうですね、それはありますね、うん、はい。さて先生、はい、お話の中でよく出てきていた妊娠バイオリズムって、はい、あれ先生だけの言葉なんですか。あ、そうです。今更ですけれども、商標は取っております。それもっと言って。なんか先生コーナーの中でさらーっと言ってるんで、なんかそういう、はい、こう、はい、プログラムがあるのかなって思ったら、うん、違うんですよね、はい、先生だけがやってらっしゃる。そうなんですよ、僕が考えてきてて、うん、まあ、その妊娠ができやすいバイオリズムっていうのが、まあ、あるんだよねっていうところ、はい、まあ、仕組みから考えてて、である日、ね、それって商標を取ってみたらどうっていうふうにアドバイスをいただいて取った次第なんですが、はい、なんか恥ずかしくてですね。なんでよ。突っ込んじゃうけど、自分でなんか言うのが恥ずかしかったんで、はい、いつもラジオ聞いてくださってる方覚えてないか、まあ、ちょろちょろっと出してます。ちょろちょろっと出してて、私も先ほどね、はい、この収録する前のお打ち合わせで、はい、それ私聞いてないです。もっと出していきましょう。今後頑張ります。お願いします。はい、でもこの妊娠バイオリズムで、はいはい、茂先生がやりたいことがあるんですよね。こう私も聞いてる限りなんですけど、はい、妊活をするにあたって毎週
行かなければいけないっていう、うん、そのご負担をなるべく減らしていきたいんだっていう話ありましたよね、はい、そうなんです。でこの、まあ、私自身もこう不妊治療とかやっていて、どん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 こう日常からオプションをつけてっていう、つけていく、はい、まあ、どんどんこう妊娠したいがために新しいことをこうどんどん増やしていって、できることをどんどん盛りだくさんやっていくっていう傾向はやっぱりあるんですよね、はい、うん、でそれはかえって悪循環になっていくっていうことも身をもって分かってるので、それを一旦こうシンプルにして日常生活の中で、はい、ピンポイントにできること、はい、いいことのみをこう実行していきましょうよっていう、はい、のがまあ結論の消去法をしていくっていう。ああ、なるほど。そうなんです。だカウンセリングってそういうことなんです。今どうされてます、何してます、うん、でやらなくていいことはいいんじゃないですかと、うん、もっと違うことやりましょうよ、はい、うん、でそれっていわゆる一つ環境ですよね、うんうん、その人にとってご家族にとってもご夫婦にとってもその環境です、うん、で、そういうあそれでいいんだっていうふうになるとちょっとポジティブに気持ちがなったり、うん、はい、でそういう心が和らぐ、あとは体を整えていきましょうということを機に、中にはこう毎週何かやった方がいいですよとか、うん、毎日運動した方がいいですよとかっていう方もいらっしゃるんですが、一応私鍼灸師なので鍼灸、うん、というところで言うと月にもう最低限だったらもう1回でいいです、はい、はい、で本当は2回だけ入れたいんですけど、うん、もう最終的にタイミングを合わせて施術をするというやり方を取っていて、うんうん、体のバイオリズムを整えて、心のバイオリズムを整えて、環境も整えて、この3つが揃って好循環になれば妊娠バイオリズムという意味になるということですね、うんうんうん、バイオリズムを整えていくことって、はい、先ほどシンプルっておっしゃっておられましたけど、はい、セックスレスの話も、はい、根本的に はい、あれこれあれこれやるとご負担になってしまうので、はい、なるべくお二人が日常生活の中で一番やりやすい消去法で何できる、はい、これできるこれできないっていうのを選んでいくことが、はい、セックスレスになってしまった方の改善方法の一つかななんて、はい、今私も聞いてて感じました。レジェンドオブなんとか、キムタクがレジェンドオブバタフライ、あそれ、はい、それ見てたんですよ、うんうん、さっき、はい、さっき、ええ、さっきで、あれ濃姫でしたっけ、濃姫さん、はい、そうです、なんかすっごい仲悪いんですよね、あの映画の中だと、はい、うん、だけどあるシーンで、まあ、すごくこう2人が抱き合って、うん、まあ、それでこう子供ができるっていうシーンがあるんですけど、えここでってこの場面でっていうシーンがあるんですよ。もうなんだろう、感情的に、ね、安心と一緒にこうキスをして、はいはい、でセックスをしてみたいないうシーンがちらっとあるんですけど、うん、これだよなって思っちゃったりしました。お、なんか新しいところから解決方法のヒントが、そう考えてない、あ、考えてない、ね、考えてない、ピンチでもうピンチで追われてて助かったっていう安堵で共感して、うん、そういう風にだった、うん、ああ今って結構世の中にこういう感情的なことというか、まあ感激にしてもいいんですけど、心を動かされることって少ないのかなって、うん、いう風に感じた次第です。情報が、ね、誰でも取れて誰でも発信できて、うん、はい、当たり前に目の前にあるからこそ、それをこう気持ちで捉えていくっていうのがちょっと難しい世の中なのかもしれないですね。そうですね、うん、はい、本当セクスレスもそうですし、うん、妊活もそうですし、できるだけシンプルに考えていくってすごく大事なんだなって改めて思いました。はい、はい、市毛先生今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。市毛先生の方から聞いてくださっているリスナーさんに一言頂戴してもよろしいでしょうか。はい、いつも本当になんかそうですね、聞いてくださってありがとうございます。なんかこれでいいんだろうかっていうところからずっとこう話を、させていただいて、
でご質問とかもいただきまして、でまあ勝手にベラベラとこう話していたりするんですが、やはりもっと本当は困ってる方とか思いを持ってる方っていらっしゃるんじゃないのかなって私は感じているというよりかも確信しているんですね。でそういった声をやはりもっとこう出していいんじゃないかなと思っておりますので、はい、私にですねぜひ聞きたいということがありましたら顔出ししなくていいです。はい、声だけでもいいので、あのご相談ですねお気軽にいただけたらなと思っております。で、そこに続いて、まあ、もし施術が必要だったりちょっと体のメンテナンスをしたいっていう方がおりましたら、私今の東京の方におりますので、はい、ちょっと遠方の方とかはですね大変かもしれないんですが、その日程とかも相談してですねこの日でやりましょうとかいうこともお気軽に、ご相談いただいて、はい、で、見させていただければと思っておりますのでよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。市毛真也先生に、アポイント取りたいな、予約お話してみたいなという方はインターネット検索、ココア鍼灸 KOKOA 鍼灸でお願いいたします。お間違いないでしょうか。はい、今週のサプリなお客様、小宝鍼灸師市毛真也先生でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。もっと探偵を身近に、安心と信頼の探偵事務所 MJ リサーチ。浮気調査から人探しまで、ベテラン探偵の高い調査力をあなたに。詳しくは MJ リサーチで検索、または MJ リサーチ公式 YouTube からお願いします。熊本三大名物いきなり団子、さつまいもとあんこの素朴な甘さが愛されている熊本伝統のおやつです。七尾庵では5種類の味が楽しめます。飾らない素朴な味わいをお楽しみください。七尾庵で検索。沖縄初のブランド地鶏福雪地鶏、8ヶ月の時間をかけ大切に育てています。沖縄の自然の恵みをあなたへ。インターネット検索は福雪地鶏。あなたの生きにくさは変えられます。四柱推命、行動心理学、 USP コンサルティングを合わせたカウンセリング、プロファイラーをしたりがあなたの生きにくさを解消します。 USP プロファイリングで検索。縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、境内を覆う大楠と凪の木は恋愛成就と縁結びのパワーを持つと言われ、ご利益を求めて県内外から参拝に訪れておられます。徳川家ゆかりの文化祭の宝庫、静岡県磐田市西光寺。 USP プロファイラーの押したり構造とゴルファーズプロフェッサーの石渡俊彦がお送りするゴルファーズプロファイリング。この番組はゴルファーに自分らしく一生涯ゴルフを楽しんでいただくためのサポートを目的としたプロファイリング番組です。毎週日曜 AM11 時から FM ギリワンで放送中です。お聞きください。踊れ踊れ私の占いサプリ。占い講座が全国で大人気、占い癒しところ薬務庵オーナー萩原薬務先生監修によるあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ。今週は2人で食べたいスイーツ編です。それでは美味しいスイーツ食べましょう。おひつじ座、いつもあなたは突然なのよ。熊本の名物の七尾あんのいきなり団子みたい。えっち。おうし座、優雅な気分に過ごしたいかもね。一緒にアルフォートいかがかしら。双子座、お誕生日が近くて嬉しいんじゃない？
バースデーソングの後はチョコパイ、ね、ガニ座テンションが上がってくる季節よ。なんでも面白くてバカウケしちゃうんじゃない。獅子座アイスティーが美味しい季節になったわね。カントリーマームと一緒に召し上がって。乙女座恋人に厳しいことばっかり言ってないかしら。そのうちブラックサンダーが落ちてくるわよ。天秤座動画サイトを見ながらのおやつはこれよね。ポテトチップスはいつの間にかなくなっているのよ。サソリ座海外ではミカドの名前で発売されているポッキー、端っこから食べ合ってキスしちゃう。イテ座昔からの定番って言えばこれよね。かっぱえびせんを久しぶりに買ってみない。ヤギ座あなたはどっちがお好きかしら。キノコの山それともタケノコの里。やだ私。水亀座告白するなら今がチャンスよ。きっとカットできっと勝つはずよ。魚座気分が落ち込みやすい時かもしれないわ。ハッピーターンでアーンしてあげる。占い癒しところ薬毛庵オーナー萩原薬毛先生の鑑定にご興味のある方は、占いタロット薬毛漢数字の8に空の雲と検索をしてみてくださいね。今週は1エッチいただきました。ありがとうございました。ここまでのお相手は誰にも言えない男女の深い悩みを解消しておりますあなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション専門家小室ゆりとお届けいたしました。最後にあなたにお渡しする夜に聞きたいサプリメント、恋の名言はこちらです。やる気をすっかりなくさない限り失敗はありえない。自分の内部から生まれる敗北以外に敗北はない。心の弱さ以外に越えられない障害などない。アメリカの教育者エルバート・ハバードの名言です。失敗ってよくよく考えてみたら自分で決めつけた思い込みなのかもしれませんね。失敗は成功のもと、たくさんの失敗を乗り越えてそこの先に成功があるんだと思います。来週もあなたが元気になれる夜サプリ用意して待っています。忘れずに取りに来てくださいね。私から